どうも皆さんこんにちは、のりもんです。フライトシミュレーター DCS ワールドで F15 乗ってみたいと思います。トレーニングメニューで本日はタクシー&テイクオフ、これをやってみます。はい、もうエンジンスタートした状態からスタートしてますね。まず最初にパーキングブレーキがかかってますので、これをオフにします。少しスロットルを前に出して、では前進してまたブレーキをかけて止まります。これで等ブレーキのチェック OK。 もう一度スロットを少し出して前進して、ノーズステアリングですね、これのチェックをしてまた停止します。無線のメニューを出して、タクシーの許可をもらいたいんですけど、もうリクエストテイクオフになってますので、タクシーのリクエストができませんね。これ飛ばします。タクシングを開始していきますので、少しスロットルを出して左側に行ってランウェイ23の方に向かっていきます。あんまりタクシングのスピードが速すぎるとですね、旋回半径が大きくなりますので、特に爆弾とか積んで重量が重い時ですね、そういった時はあんまりスピードを出さないように気をつけないといけないですね。はい、じゃあここで右の方に曲がって、滑走路の方に向かっていきましょう。もう最初からタクシーライトがついてるんですよね。はい、滑走路の手前で一度ストップします。でここでパーキングブレーキを再度オンにします。インレットランプスイッチがオートになっているのを確認。そして車室座席が、アームドになっているのを確認ね。こうなっていると、まあ、車室座席が機能しない状態ですね。これを後ろの方に倒すとアームドになっています。こうスロットルの横のとこにフラップスイッチがあるんですが、ここがダウンになっているのを確認ですね。そしてテイクオフトリムというのがあるんですけど、トリムスイッチですね。テイクオフの一番基本的なトリムの位置にセットしてくれます。今、まあ、このトリムの位置がこうなってますけど、ちょっとずらしてみますね。まあ、わざとずらしたんですけど、これで、ここのテイクオフトリムスイッチをずっと押してるとですね、押しっぱなしにしてると、ずっとテイクオフトリムの位置に、この音が鳴るとテイクオフトリムの位置に位置がセッティングされました。でレーダーの、セッティングのノブをオンにします。右のコンソールでエンジンヒートとピトーヒートもオンにします。もう一度左の方にいて INS のノブがナブになっているのが確認。そして前方の照明ですね、前脚についている照明をランニングライトに切り替えます。はい、切り替わりましたね。はい、じゃあパーキングブレーキをオフにします。そして前進。ランウェイ23レフトですね。はい、だいたいセンターラインにアラインしました。ブレーキでホールドしながらスロットルを上げて 82% まで上昇します。そうするとしっかりこのエンジンのボンドが上がってますね。600度以上。そしてここがフューエルフロー、燃料流量計が4000以上であるのを確認。
トルが確認できたらスロットルを前に押し込んでミリタリーもしくはマックスパワーでブレーキリリース。150程度になったら、ちょっと上げすぎましたけど10度、ピッチ10度で上昇していきます。ギアとフラップアップ、そしておおむね350ノットを目安に上昇していくそうです。規定の高度まで上昇したらマッハ 0.9 を目安に巡航してくださいということです。今ほぼ1万フィートですけど、そこでマッハ 1.0 っていうとだいたい500ノットぐらいですね。では皆さん、どうもご視聴ありがとうございました。